まらんゲームがたくってるから面白くないゲームはやるかっぱないからね。出るわ。これで絆あったらもう本当にやばいわ。これで絆あったらもう味方なんだか敵なんだかもうようわかんないよ。慌てないからもうこれでもう俺がもうやる気なくなってもしょうがないよ。仲間もう半分やる気ねえな。治療してもらってこの仕打ちなんだよ。まずよ
この仕打ちマジでなんだよ。なんだよこの仕打ちは。なんだよこの仕打ちを。最低プレイヤー予想通り発電機しか回さないあの状況、これは対局的に治療する場合は発電機を
80% だろうが、すべての治療の方を優先する。やっぱりな。エドバセンターはレベッカを使ってるやつ。あの盤面は当然レベッカが多分初めて合わせても行かないといけない盤面。ラスト1試合だったら許されるけど、これがやばいです。決定レベッカは俺だったんですよ。近いから。県民が回復したばっかりだから位置が分かるんだ。それがいくつかみたいな。面は狙われてたの。ステンスがないからもう。ステンスがあるやつはもう、あんなに切るしね。ドクター。あれ、ここでどう？飛ばせんぞ。俺のはすげえバランスになったけど正しいじゃん。一旦距離を取りながら接近してる。エンジンは撃たれんじゃん。分かんねえゲームしかねえんだけど、運命に言うとさ、楽しいゲームしかねえんだけど、慣れとかないと。あと電気あそこ回ってきたらは来ないです。絶対そうです。周りが見えてるところ。もう1回は俺はあと1回ぐらい大事に結構長いんだけど、デトバがよ、今しかやってねえぐらい分かってたよな。もうやめようとない時間帯がボロボロになるから長くなって簡単な黄金期を迎えてさ、
これがヒロちゃん。止まってようがなんだろうか、勝ちは勝ち。だるぎなくなりました。これはトイレ出たかもしれないな。シャンタイム。真実の勝利、勝ったのはやっぱりヒロちゃん。真実の勝利、俺もトイレ出たし、うん、トイレ出たから体勢取れなかったし、だるぎがなくなりました。取れねえわ。勝ったのはやっぱりヒロちゃん勝利。ないだ、なんか。おりませんからね。